女子校に勤務する教師、前島が女子校で起きた事件の真相に近づく様を描いた青春推理小説。第31回、江戸川乱歩賞を受賞した東野慶吾の作家デビュー作であり、作品が発表された30年後の2015年、マイナビ会員を対象にした好きな江戸川乱歩賞作品を選ぶアンケートでも人気1位を獲得するなど根強い人気のある 作品でもある。作中では、著者が大学時代に部のキャプテンをしていたアーチェリーが取り上げられている。タイトルは、著者が金沢を旅行した時、駅の近くにあった喫茶店の名前から取られた。1986年には、木曜ドラマストリート枠で、山下新人主演で、テレビドラマ化されている。下月か横作画で漫画化され、講談社の、 別冊フレンド増刊2010年1月号、3月号に、前後編で掲載された。私立聖火女子高等学校に勤務する教師で、アーチェリーブ顧問の前島は、最近になって、何者かに命を狙われ始めていた。前島は校長にも相談するが、校長は日夜ばかりで、事態は好転しない。前島の周囲に関わる生徒、高原陽子と、 杉ぎた稽古は、前島とはそれぞれ、しこりを残していた。だが、前島が、アーチェリー部の練習に参加したある日、生徒指導部の村橋が教師用の後衣室の中で、生産中毒により殺害された。男性用後衣室には、中から、シンバリ棒が引っ掛けられ、現場から、行き来できる、隣の女性用広域室は施錠、広域室は誰もが入るのが不可能な完全な密室と、 なっていた。そして、密室トリックの謎、真犯人や前島の命を狙う何者かの正体が明らかにされない中、体育祭で第二の殺人が発生する。1986年3月27日、富士テレビ系列、木曜ドラマストリート枠で放送された。ありがとうございます。